はぁ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はアタッカー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがアタッカー選手のティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、特に追加した選手はいないんですけれども、まあ、ボニフェイスだったりとかを少し下げました。あとはラーションだったりとか、まあ、少しこう下げて更新をしました。そこまでこう強くない選手というか、あまりこう優先的に使われない選手になるかというふうに思いますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、新しく追加した選手で言うと、バーサスアイスのリシャーリソンですね。あとは、センチュリオンズのコレアだったりとかを少し下げてますね。新選手のリシャーリソンに関しては、まあ、そこまで強さっていうのは、なくって、スキル逆足がね、良かっただけに、なんかちょっと能力的な部分で惜しかったなというふうに思います。もちろんやっぱり決定力の高さっていうのは全然、ありますし、まあ、そのテクニカルとかラピッドとかトリベーラいいねプレイスタイルついてるんですけれども、ただやっぱりこうもっとねいい ST の選手はいるし、パス面とかもうまくあったらよかったなっていうのは思います。でドリブルもね結構重たさっていうのがあって、なんかそんなに持ちやすい選手ではない、持てなくはないけどなんかちょっと微妙っていう時もあるので、そのところで使えなくはないですけれども、まあどっちかっていうと別に変わりはいるかなっていう風な選手ですね。でそして続いては B ですね。B はですね、新しく入れた選手としてはバーサスアイスのガクポ、そしてバーサスファイエのディアビ、そしてアレクシス・サンチェスですね。で下げた選手はクルトワを少し下げましたかね。で新選手のバーサスアイスのガクポはですね、全然あの悪くはないですし、逆足がね5になったっていう風なことで両足ともにですねシュート打てるっていうのは非常に素晴らしいなと思います。でレイさんも86まで、行きましたし、クイックステップのプラスがついているっていうのもいいなと思います。でパスもある程度出せる選手にはなっていて、スピードも、まだある選手で、あとフィジカルもねちょっとあるんで、相手のディフェンダーとかに追いつかれてもちょっと耐えるみたいな、その体の強さっていうのもありますね。なので全然悪くは、ない選手。まあ値段はね、結構安いかと思うんですけれども、コスパよく使えるかなというふうに思います。で、そして、バーサスファイヤーですかね、のディアビになります。まあ、こちら4-4。まあ逆足がね、4になったってところは、非常にでかいアップグレードかなっていうのは思います。本当サイドアタッカーとしてスピードとドリブルの軽さがある選手ですね。冷静さに関してはちょっと低いので、本当にこうシュートっていうよりかはあのドリブル突破の選手になるので、本当サイドに張らして勝負みたいな感じがいいと思います。パス面もねそこまでうまくは、ない選手にはなるんですけれども、本当ゲーム向きな選手というか、速くてあの軽いっていう、アタッカーとしてはまあ重要なことなので、個人的には全然使えるなというふうに思います。でまたディアビ今作自分は金をねよく使ってはいましたし、まあそのところでも使いやすさっていうのはある選手ですね。まあただフィジカル面が結構弱かったりとかはするので、触られてしまうと今の現環境ちょっとこう簡単に、負けてしまうって場合はあるかなというふうに思いますね。でそして続いてはですね、同じくバーサスファイアのサンチェスですね、アレクシス・サンチェス。こちらスキルが5になったっていうのは非常に、こちらも大きいアップグレードかなと思いますし、能力はね意外といいんですけど、冷静さがちょっと低いなっていうのは思いますね。サンチェスもうちょっと高くてもいいんちゃうかなって思ったりはします。ただまあこちらもですね、ドリブルの軽さ細かさっていうのがありながらですね、まあシュートもある程度打てる選手で、ペースもね90まで、行きました。速さっていうのはねめっちゃ速いってわけではないんですけれども、それなりにっていう風な感じですね。なのでまあ前線としてはまあいろんなことがこうできながらですね、ボールたちも細かいし、まあ身長も結構低いんで、相手からするとまあ、止めにくい選手にはまだなるかなというふうには思います。で、そして続いては A ですね。A はですね、新しく出た選手で言うと TOTY アイコンのゾラ、そしてバーサスアイスのコマン、そしてフェリックスと、この3名になってます。そして下げた選手で言うと、バーサスのソン・フンミンだったりとか、サンダーストラックアイコンのアンリ、そしてカントナ
で、あとは FC プロライブのウィリアンだったりとか、ウィンターワールドカードエンクンク、ここら辺を、少し下げました。まあ本当にめちゃくちゃ強い選手たちにはなるんですけれども、まあ、やっぱ S ランクに入ってくる選手がかなり、強いってなことで、まあこの5名ぐらいかな、を下げたというふうな形になってます。で、新選手としてのゾラですね、TOTY アイコン。この人も正直めちゃくちゃ強いです。やっぱりプレイサルプラス2つ付きっていうのはでかいですし、特に今週ですね、普通に入ります。こう、遠目からのコントロールシュートっていうのはしっかり決め切ることができる、そういう力を持っていながらですね、ドリブルも軽いし、パスも出せる選手になります。で、冷静さもね、90あるんで、普通に ST としての決定力っていうのも高い選手にはなりますね。まあ、強いてたらフィジカルの部分が少し弱かったりとか、あとはスキル逆足 4-4 っていうのがやっぱり今の現環境、まあ、どっちか5あった方がより良かったなっていう風な感じですね。ただゾラめちゃくちゃうまく使いこなせる方はいるかと思いますし、非常に貢献してくれるような ST の選手になってます。で、そして、あとは、バーサスアイスですかね、のコマンですね。まあ、コマンに関してはやっぱり速さ。この人もサイドアタッカーとしての速さっていうところと、細かさっていう風なドリブルの軽さっていうのがある選手になります。で、またですね、パス出せるっていうのがいいですね、コマンのは。パス出せて、あとはシュートもある程度打てるっていうのが良くって、本当に気になる部分で言うと、もちろんフィジカルの理不尽さっていうのはそこまでないんですけれども、逆足さんっていうのがちょっと残念なところかなっていうのは、思いますね。やっぱり能力が良かっただけに、4以上、ここ欲しかったなっていうのは思いますし、あとはパス面のね、プレイサルプラスついてるっていうのもいいんですけれども、まあ、なんかこう、速さ、よりラピッドのプラスとか、クイックステップのプラスとかがついていたら良かったなっていうのは、思います。ただかなりあの強い選手、普通に A ランクに相当する力っていうのは持ってますね。で、そして続いては同じくバーサスアイスのフェリックスですね。ジョアン・フェリックス。まあこの人も非常に初特殊になってきて、かなり能力が上がったフェリックスになりますね。やっぱりトリベラのプラスついてるっていう風なことと、あとはロングシュート値、そしてカーブ値っていうのも高くなってますので、遠目からのアウトカーブっていうのも、まあ決め切る力っていうのは十分にあります。で、レーサーも、高くなっていて、ドリブルも軽いし、パスも上手くって、決定力も普通に高い。別にアウトカーブじゃなくて、ズドンのシュートっていうのも決めてくれる選手。で、ペースも88まで、上がってますので、普通に強いな、というふうに思います。で、この人もフィジカルそこまで、この人も強くはないんですけど、なんか若干、ちょっとこう、貫通したりとか、臭く抜け出したりとか、ができる場面がある、そういう選手になりますね。なんかこう、ぬるぬるいけるというか、なので非常にこうドリブルとかが上手い方は使いこなせれるんじゃないかなというふうには思います。一応テクニカルもねついてはいますので、コントロールスプリントで持っていくっていうことも全然できる選手になりますね。普通にスキル5もありますし、逆足も4なんで全然強い選手になってます。で、そして最後 S ですね。 S はですね、新しく追加した選手でいうと TOTY のエンバペ、そしてハーランド、メッシ、まあここら辺は順当に自分的には S というふうなことになっていて、あとは TOTY アイコンのリベリー、そしてロナウド R9 ですね。で、そしてバーサスファイヤのラショードと、この6名を前回からは追加をしてます。まずはエンバペですね。まあ最強です。本当に最強。おそらくですね、まあ、この先のティアリストでもずっと S ランクに入れる、そんな選手になるんじゃないかというふうに思います。やっぱりプレイサルプラス2つっていうふうなところで、クイックステップのプラスとトリベラのプラス、どちらもついているっていうのは本当に素晴らしいなというふうに思いますし、単純なスピード、決定力、そしてドリブルの軽さ、扱いやすさっていうのはもうめちゃくちゃある選手になりますし、フィジカルも強くなっているっていうのがこの Y のバペの特徴かなと思います。今の現環境ですらですね、金でも強い、高い、そういう選手になってますので、まあそこからもうめちゃくちゃこれだけ強化されると当たり前強いなと、持ってたら勝てるみたいな、そんなレベルになりますね。で、そしてハーランドをですね、まあハーランドに関してもかなり強化をされまして、結構過去作以上に強化された、特に逆足なんかはプラス2をされてますんで、かなりでかいなと思います。前作は多分 4-4 だったんで、それが今作は 4-5 までいっているっていうのは非常にでかいなと思います。で、別に逆足4とか、まあむしろ3だったりしても、これだけの決定力があれば決め切ることが
できますね。まあ今作のハーランドいろんな特殊出てるんですけれども、右足の決定力に不満を持ったっていうことは自分は一回もないので、それがまあより確実性が高くなって逆足5位になったっていうのは非常にでかいなと思いますね。本当にやっぱり決定力お化けというか、もうシュート打ったらめちゃくちゃ決めてくれるし、あとはやっぱりシュートに持っていくまでの力っていうのはスキルがね4だったりとか、もちろんドリブル重たい選手になるんですけれども、ただハーランドにしては改善をされたし、そのスピードっていう風なところとフィジカルっていう風な部分がねあるので、本当に相手をなぎ倒しながらいける選手になりますね。でパスに関してもやっぱりハーランドそこまで上手い選手じゃなかったんですけれども、かなり改善をされてますし、レザも99でもうえぐいです。で空中戦をやる方にとってもエアリアルのプラスだったりとか、あとはジャンプ99で、ヘディング戦でも99で、もともと身長ね高い選手になるんで、クロスを上げるクロスのターゲット役としてもめちゃくちゃ強いです。なのでコーナーキックとかも本当に恐怖でしかないですね、この選手が相手にいたら。なのでそういう本当地上戦でも戦えるようになって、空中戦もね強化されたっていうような感じになるので、かなり強い。もうさすが Y のハーランドっていうな感じですね。で、そして続いて TOTY アイコンのリベリーですね。この人もね、めちゃくちゃ強い。うん。マジで強い。まあ、フィジカルの部分はね、やっぱ弱さはあるんですけど、ただこのフィジカルの数値の割には全然耐えるし、なんかこう背負ってくれたりとかもできる選手にはなる。あとはなんかちょっと臭いというか、取られてるけど、正面からガツって当たられてるけど、なんかリベリーの方にボール転がってきて入れ替わるみたいな。なのでフィジカル自体はね、そんなに自分は不満は、ないです。で、他に関してもドリブル、パス、シュート、ペース、何にも悪くない。もうむしろ本当に全てが最強で、リベリーありがたいなと思うことが非常に多い選手になってますね。さらにテクニカルのプラス、そして今週のプラス、こちらも非常に今作強いプレイスタイルの2つがプラス。でついているっていうのが本当にでかいなと思います。めちゃくちゃ強いこの人は、本当に理不尽だなっていう風には感じますし、まあなかなかねこう LMLW 左ウィングしかできない選手にはなるんですけれども、本当にリベリー LW に使えるんだったらこれ勝った方がいいかなっていう風に思う。それぐらい現環境トップの、左ウィングの選手だなという風には思います。めちゃくちゃ強いです。この人は本当におすすめですね。で、そして続いては R9 ですね。ロナウドになります。 TOTY アイコン、こちらも強化をされました。まあベースでもですね使ってる人が少ない、まあ使える人がかな、少ない中での強化カードという風なことになるんですけれども、まあ理不尽ですね。圧倒的理不尽。なんでこの人の方にボール転がっていくんとか、そういうことをね生み出せる選手になってます。で、単純な能力的な部分でも、ペースも速いし、クイックステップのプラスはついてるし、もうダッシュしてるだけで抜けるみたいな、そういう選手になりますね。で、シュートに関してはしっかり決めきる力っていうのがあるし、逆足5だし、のとこの人も決定力はめちゃくちゃ高い選手になります。なんでそれ入んのみたいな、そこも理不尽さにね繋がるかもしれないんですけれども、シュートも本当に素晴らしいです。で、あとはドリブルに関しても、まあ人によってはちょっと使いづらさがね、あるのかもしれないんですけれども、ただ自分的には全然ボール持てる選手だと思いますし、そんなにロナウドね、毎作持ちにくいって感じることはあんまりないんで自分は。なので、まあ多くの方はモテるかなというふうには思いますし、スキルも5だし、で、フィジカルも強いっていうのはこの人の一つ特徴ですね。相手横からね、バーンって当たられようとしてるんだけど、なんかすり抜けたりとか、フィジカルで耐えたりとか、まあこけるとかっていうのがあんまりない選手になるので、まあむしろこかすぐらいの勢いがある。まあそれが体強い選手になるので、ほんとなんか全てを兼ね備えている ST の選手にはなりますね。まあ本当にめちゃくちゃ強いです。明らかな理不尽カードですね。で、そして続いては TOTY のメッシですね。まあこのメッシはですね、スキルかなが5になったという風なことで、スキルムーブ5の技も出せます。で、もともとやっぱりドリブルめちゃくちゃ軽いので、スキルを使わない方にとっても非常に優秀なカードですね。あとはコントロールスプリント、テクニカルのプラスもですね、この人ついてはいますので、
全然スキル5を使わないけどメッシどうやろうっていう形でもかなり使いこなせると思います。でパスは上手いしシュートもこの人めちゃくちゃ上手い。特に今週なんかはかなり入る選手になりますし、あとはペースの部分はメッシそこまで速い選手はなかったんですけれども、別にコントロールスプリントを使わず単純な足の速さでも勝負ができるようなほど、ペースの部分が上がったっていうのはでかいなというふうに思いますね。でフィジカルに関してもまあもともとちっちゃい選手になるんでそこまでの強さっていうのはないんですけど、当たられる前になんかこうすり抜けていくというかぬるぬるいけるというか、そういう選手にはなりますので、そこまでフィジカルっていうのはあまり自分はメッシに関しては気にしてはないですね。もう本当に何でもチャンスメーカーでもフィニッシャーでも、全てのことができる。まあキャムで使ってもいいですし SA 使ってもいいと思いますし、別にサイドでもいいと思いますし、もうどこでも前線どこでもできる、そういう選手にはなりますね。でそして続いたバーサスのラッシュフォードになります。この人もですね、まあ、TOTY が始まってなおですね普通に強さはあります。やっぱり、まあ、右ウイングっていう風なことでそこまでこう競争率は高くないと思うんですけど、その右ウイングの中でももうトップクラスだと思います。一番強いって言っても過言じゃないほどにですね強さがある選手になります。もちろん逆足が3っていう風なことはどうしてもね引っかかるというか気にはなる部分ではあるんですけれども、ただ速さっていう風なところと、やっぱりねラッシュでかいのに軽いっていうのが一つちょっと強いところだと思いますね、このファイヤーの。なのでめちゃくちゃこの人はありですね。本当に強さがあります。使ったらね分かると思いますね。本当に速いしでかいのに軽いし、でもちろんでかいからフィジカルもあるし負けない、体で負けないし、でパスも全然出せる上手い選手になりますし、シュートも普通に決めてはくれるんで、かなり個人的には使用感が良かった選手になりますね。あとは逆足もちろん気にはなるんですけど、意外と3でも決めてくれたりとかは、できるので、普通に右ウイングトップオブトップかなっていう風に思いますね。まあベスト3には全然入ってくるなという風に思います。それぐらいかなり強い選手になってます。こちらがアタッカー選手のティアリストになります。もちろんねここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。